これをね、いただきました。ありがとうございます。その上で はい、今日はリサイクルプラザにいろんなものを探しに来ました。とりあえずはね、ベビーカーがもらえればいいかなと思ってるんですけども、まあ価格がついてても結構安いと思うんで、今日はあのベビーカー買いに行く予定だったんで、まあもらえるなら越したことはないかなっていうのと、結構ねそのリサイクルっていうのが余ってて、引き取りがなかったら廃棄しちゃうらしいんですよ。で廃棄にはお金もかかりますしね、まあ一石二鳥三鳥取れるのかなと思いまして、今日はリサイクルプラザの方にやってきました。で福山リサイクルプラザなんですけども、中の様子はねちょっと撮影を今日は遠慮したんですけども、感想を言いますと、すごいねあのやっぱ良かったですね。乳幼児からそれから10歳ぐらいまでかな、あの服とかおもちゃとか、それからあの室内用の滑り台とかね、ブランコみたいなのとか、それからベビーカーももちろんありますし、もうありとあらゆるものがありましたね。で会場に展示されてるのと他に在庫置き場にも行ってみたんですけど、こちらがねものすごかった。在庫際の方はまだチェックとかしてないのもいっぱいあったと思いますけども、とにかくねあのワンサとあった感じで、あのまあ例えば乳児用のバスですよね、あの沐浴用のバスっていうのが10枚ぐらいあって、もうあれはねもう持ってってくれみたいな感じだったんで1個いただいたんですけども、その他にもねあのなんですか、柵ですよね、あの廊下とか玄関にこうやって置く、あの赤ちゃんが出ないようにする柵とかもいっぱいあって、もうね収集がつかないみたいでした。そして意外なことにですね、あのベビーベッドですね、私が買って、あの、私の家にあるベビーベッドって結構大きいやつで高いんですけども、あれがね、2セットあったんですよ。先月来たそうなんですけども、先月私買ってるんですよ。いや、もったいないというかね。こういうものがそのまんま引き取られずに、結局は、あの、廃棄になってるみたいなんで、非常にね、あの、なんと言いますか、あの、私たちは広告ってものを見て、それで、それを買いに行くんですけども、ああいうリサイクルセンターって広告出してないんですよね。で、行政の、まあ、いわゆる税金でなされてますんで、広告費なんていっぱいかけてないんですけども、回覧板とかにちらっと出てるぐらいなのかなと思います。でも、ああいうところに有益な情報がいっぱいあるってことはね、今回改めて、私も知りましたね。やっぱインターネットばっかり見てるとダメですね。回覧板とか、ああいったペーパーとか、ね、フリーペーパーとかを見てると、地域のことってよくわかるんだなと思いました。それから実際現場に、やっぱ通っていくことかなと思いますね。いろいろと感じることがあったのと、あとこれからもね、繰り返し行ってみたいかなと思います。特に、まあ、生まれたお子さんとかが5歳ぐらいになるまでは、いろんな服がね、細かくっていうか、3ヶ月ごとに新しいのがいると思うんですけども、それ全部揃いますよ。面白い取り組みとしては、自分の、中古の服を持っていくと中古の服がもらえるみたいなね、1個で1個交換できるみたいなのがあるんで、ずーっといけるんじゃないかなってところですね。リサイクルプラザ帰ってきたんですけども、思ったよりすごい在庫でした。で、余っちゃって廃棄するものもあるみたいなんで、で、子育てに必要なものとか、乳児から、それから4歳、5歳ぐらいまでのもの、もうほとんどあるような感じですよね。で、もう在庫置き場もいっぱいなんで、早くもらってくれみたいな感じだったですよね。もちろん、ピンキリといいますか、あまりにも悪いものは跳ねて出さないようにして、結構使えそうなものはタダで、そしてもうね新品同様で人気の出そうなものは抽選でという形で、いずれにしてもお金がかかる話ではないのと、あとはね注意点として、それを中古市場にあのメルカリとかに出さないでくれってのはありましたね。もうもちろん禁じれることではないんですけども、本当にねあの趣旨と外れちゃうんで、これをね商売でやろうってする人がいたら困っちゃうんですよね。まああの転売屋さんの中にはこういうところにもらってタダで仕入れましょうみたいなことを言ってる人もいますけども、ちょっとそういうのはやめてほしいかなと思いましたね。以上がまあ大体、全体の感想ですね。これをいただきましたね。これはとってもいいですね。こう泣いててもここに寝かせてこうやって揺らすとね、こうやってしばらくは自力で揺れてるんですけども、泣き止みますね。これはいいですね。なんかポカーンとちょっとね、あさっての方向向いてますけどもさっきまで泣いてたようにね、顔が赤いですね。